アトラスやアジェナを使っての KH-7 の打ち上げ、KH-7 ガンビットとはアメリカ合衆国の偵察衛星である。1963年7月から1967年6月にわたって使い続けられた。先人のコロナシステムのように衛星画像を撮り、地上闇現像の写真フィルムだけを変換することで画像情報を行っていた。 この衛星は代表値において2フィートから3フィートの地上解像度を達成していた。2002年、KH-7 から得られた画像の大半が機密解除された。しかし、この偵察衛星計画の詳細は2011年に解除されるまで分厚い軍事機密のベールに覆われたままの状態で置かれていた。ガンビット偵察システム KH-7、ガンビット偵察衛星。 オハイオ州デートにある国立アメリカ空軍博物館にて展示中光学写真撮影偵察衛星システムを即地学に応用するためのフィージビリティスタディ実現可能性調査が実施された。そこで残された記録から1960年代の米国の光学偵察衛星が3つのサブシステムで構成されていたことが明らかになっている。第一に 機動制御部コントロールビークル、オービタル、コントロールビークル、以下奥府、第2にデータ収集部、そして第3に大気圏再突入カプセルであった。KH-7 において、DCM は光学撮影装置部とも呼ばれて、奥府の上に組み立てられていた。奥府は、長さ5.5メートル、直径1.52メートルの寸法があった。 KH-7 のコムは3台のカメラから成り立っていた。その3台とはストリップカメラ1台、構成カメラ1台、およびインデックスカメラ1台である。ストリップカメラにおいて地表の画像は地上からの指令で操縦可能な平面鏡で反射され直径1.21メートルの固定された凹面鏡の主鏡に入力される。次に入射口は 死境で反射し、平面鏡の中央に開いた丸い穴を通り、ロス式凸レンズを通過する。この衛星は、写真フィルムを走らせる部分を左右に22センチまで動かして観光させることで、地上観測域を衛星の直下から角度にして6.3度の触れ幅を持って偵察用写真を撮影した。初期型衛星の地上解像度は1.2メートルだったが、1966年の 後期型では0.6メートルに向上した。それぞれの衛星はおよそ2000キログラムの重量があり、1回の打ち上げミッションあたり1個の写真フィルム、地上機関用バケットを搭載していた。KH-7 はロッキードで製造されていた。カメラ及びフィルム搬送システムはコダックで製造されていた。インデックスカメラは先代の KH-4。 KH-6 偵察衛星で使われていたカメラシステムの同一品であった。また、インデックスカメラは衛星の姿勢検出のためにも使われた。その方法は衛星がローリングしてカメラの向きが衛星直下、つまり点底側からずれた時にその向いた方の地表の露出を計測することで行われた。構成カメラはスタートラッカーとして使われ、 衛星にとっての天頂側の星座が広がる宇宙空間を撮影した。カメラが捉えた星間画像は天体写真測定用の方眼のマス目をイメージプレーンの上で重ねた状態で撮影された。構成カメラ、インデックスカメラの両方とも ITEC から提供され、また水平線センサーはバーンズエンジニアリングから提供された。オクフと RV の主契約者は ジェネラルエレクトリックであった。KH-7 衛星の全打ち上げはアルグエロ岬にて実施された。当地は1964年6月にバンデンバーグ空軍基地の一部となっている。KH-7 衛星は38回の打ち上げがあり、それぞれに4001から4038までの番号が振られていた。そのうち34機がフィルムを地上へ帰還し、 またその中の30機が有用な偵察写真を送り届けてきた。ミッション1回にかかる時間は1から8日間であった。KH-7 衛星は、軌道上にある間に合計すれば170回、近くの周回数を機体に記録していた。KH-7 によって1967年5月に撮られた中華人民共和国の春ン,ンツミサイル基地衛射場の 偵察画像庫解像度の機材により、KH-7 はホットスポットの詳細な写真を撮った。これらの写真の大半のものは中国やソ連等といった冷戦期の旧東側陣営におけるミサイル開発や核兵器開発等の軍事活動が活発に行われていた施設であろうと考えられている。その他の写真には都市や港湾など他の重要施設を被写対象にした。 ものが含まれていた。この衛星のカメラで撮られた画像は、総計1万9000枚に及ぶ。そのほとんどは、2002年に出された、宇宙空間からの国家偵察プロジェクトで得られた、画像を一般に公開せよという趣旨の、アメリカ合衆国大統領令、第12951号によって、機密指定から解除された。この大統領命令は K、KH-7 とともに、 コロナ計画の内容をも機密解除し、写真フィルムのコピーはアメリカ地質調査所の地球資源観測システム局へと移管された。最高機密だった偵察画像のうちイスラエルの領域を撮影したおよそ100枚分は未だに機密情報のままで残されている。公認の KH-8 も先代と同じコードネームガンビットを使い続けた。 打ち上げ番号4009では、電子情報防止任務の一環として、レーダー監視の任を帯びた、P、P-11 小型副衛星も共に打ち上げた。P-11 小型衛星はより高い軌道に投入された。アメリカ合衆国議会議事堂の拡大写真。1966年2月、KH-7、ミッション4025にて、撮影1963年の初め頃。 KH-7 ガンビット計画は打ち上げ、失敗から始まった。最初の試験打ち上げは1963年5月バンデンバーグ空軍基地からアトラスアジェナ D 打ち上げ機に乗せて発射された。実際の偵察運用には提供されないガンビット衛星を模したダミーペイロードをアトラスの先端に搭載して打ち上げられた。しかし何らかの事故により打ち上げそのものは失敗に終わった。 ガンビットミッションの打ち上げに初めて成功したのは1963年7月12日のことだった。バンデンバーグで別のアトラスアジェナ D ロケットを使ってのものだった。アトラスロケットは適切に動作し推進剤を精進してから車上の南に広がる太平洋に落下するという手順で定められた通りの動作を完了した。アジェナに搭載されているベル8 9 6 第2弾ロケットエンジンが第1、第2弾切り離し後に着火し、ガンビット衛星を高度102マイルの極軌道に投入した。米空軍はこの打ち上げ番号を4001と名付けた。エアロスペース社はガンビットシステムの初打ち上げにおいて、衛星が宇宙空間の所定の軌道に到達しても奥府がアジェナ上段の上に乗せられたままにしておくことを強く推奨した。これは、 アジェナロケットが他の打ち上げでも利用されており、成功実績のある信頼性の高いものであったのに、対して奥府は実績がなかったために信頼されていなかったからである。この判断はガンビットの機能を制限するもので、偵察写真は撮影目標が衛星の直下に来ない限り撮影ができないことを意味していた。ミッション4002において写真撮影期間が 成功裏に終わった時、オクフとアジェナは切り離され再突入カプセルはハワイ北西の海域に落下した。カプセルは C-130 ハーキリーズで空中回収された。写真フィルム容器はすぐにニューヨーク州ロチェスターにあるコダックのホークアイ施設に輸送され、現像などの各種処理を受けた。現像した後の画像はワシントン DC にあるアメリカ空軍の画像研究。 分析を専門とする2巻のもとに送られた。ガンビット打ち上げ番号4003は1963年10月25日に成功裏に打ち上げられた。写真撮影フェーズを終わった後にフィルムを詰め込んだ、再突入カプセルを守備よく放出することができ、カプセルは飛行機で予定通りに回収できた。その他に奥府の動作確認などの試験が行われた。 打ち上げ番号4004は成功裏に打ち上げられ、フィルム回収容器は1963年12月18日に回収された。ミッション番号4005から4007も成功であった。1964年5月のミッション4008において、ブースト段階でアジェナ上段ロケットが原因不明のローリングを起こした。ガンビット計画はここに来て、 重大な問題に見舞われてしまったのである。オクフシステムで問題が起こったものの、フィルム容器はいくつかの画像が映されたフィルムを地上に返すことができた。残りのミッションの大半では、各種様々な問題が発生した。うち2回はこれ以上ないほどの完璧な失敗に終わった。また、ある打ち上げでは、偵察衛星を軌道に投入することはできたものの、共産主義陣営の軍事基地や、 その他各種の重要施設を撮影した写真フィルムそのものが帰ってこなかった。運動長官は、当計画の品質チェックを行った後で、KH-7 ガンビット計画を全体的に見れば、いくつかの失敗事例はあったものの計画は成功したと言えるものであったと締めくくっている。後継するキーホール偵察プロジェクトでは、衛星本体とカメラシステムに大幅な改良を加えられ、 大規模なバージョンアップをしたものとなった。メジャーアップグレードにより衛星は、k h 8 g ンビットさ3と改められたが、引き続き、ガンビットの名前を使い続けた。KH-7 計画の全38回の打ち上げにかかった総コストは1963。形状外のコストの内訳は、製造設備、打ち上げ施設、開発費、及びワンタイムサポートが占めていた。 計画の総コストに対する割合は24.3%であり、金額にして2 0 9 1一0 0万ドルであった。結果として1963年における総プログラムコストは860.500万ドルであった。ABCDE サマリーアナリシスオブプログラム206ナショナルリコネスサンスオフィス2011年10月7日閲覧フラッシュアイツインザダーク ザ・スペースレビューハットフィザビラティスタディフィナールレポートジョバデティックオプチカルフォトグラフィックサテライトシステムボリュームにデータコレクションシステムナショナルリコネスサンスオフィス2010年12月19日閲覧デドウェインエーブラックアッポロ w w w t h e s p a c e r e v i e w c o m 2010年12月17日閲覧 ABKH-7 カメラシステムパート I、ナショナルフォトグラフィックインタープリテーションセンター、2012年6月20日、閲覧。ABC で、ドウェイン A、アイクエス・ギャンビット、ザデベロップメントアンドオペレーションズオブザ KH-7＆KH-8 スパイサテライツ、www.thespacereview.com 2010年11月29日閲覧。運動レビューリタクションガイド。ナショナルリコネッサンスオフィス。2007年7月6日、閲覧。なら、アークデータベースディスクリプションオブキーホール -7 サテライトイメジャリー。07、01、1963から06、30、1967。 アクセッションナンバー NN3 から26302011ナショナルアーカイブスリリーシズリーセントリーディクラシファイドサテライトイメジャリーナショナルアーカイブスアンドレコーズアドミニストレーションプレスリリース2007年7月10日閲覧 e d c u s g s g o v ハットヒストリカルイメジャリーディクラセファケーションナショナルジョスプシャルインテリジェンスエージェンシー 2007年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月10日閲覧。1964から 036b。NASA ナショナルスペースサイエンスデータセンター。2011年1月16日閲覧。デイドウェインロボティックレイブンズ。アメリカンフェレット。サテライトオペレーションズデューリングザコールドウォー。T H E S P A、C、E R E V、I、E W ドット 2011年1月18日閲覧。ナショナルリコネッサンスオフィスレビューリタクションガイドアペンディックス C グロッサリーオブコードワーズアタームズ。ナショナルリコネッサンスオフィス。2012年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月7日閲覧。ザギャンビットストーリー。ナショナルリコネッサンスオフィス。2011年9月25日閲覧。 ありがとうございます。